博多区は福岡市を構成する7区の行政区の一つ。遠区には福岡県庁が置かれている。主要インフラを抱え、国道3号が区内を縦断するなど、交通の中枢となる。九州の経済の根幹を担う事業所が多数立地し、卸売業販売額は九州内シェア27%である。地理上は福岡市の東部にあたり、北西から南東に向かって、 長く伸びた区域である。北西部では中川を挟んで中央区と接し、中西部では中川及び鹿児島本線を挟んで南区と接する。北部で東区と東部で締め町と南東部で大野城市と南西部で春日市と接する。旧来から博多と呼ばれるのは博多区の内大ね中川と小笠川に挟まれた区域のことである。 博多という地名は福岡との合併による福岡市政発足からは博多駅や博多港などの一部に残るに止まり行政区画では用いられていなかったが福岡市が政令市に昇格するにあたって博多区としてその名称を復活させた1972年4月1日福岡市が政令指定都市になると同時に発足した発足当時は 福岡市の区の中で唯一地域固有の地名に由来する区名であった。区政志向以前の歴史は博多及び福岡市を参照。県庁所在区のため衆議院総選挙区は福岡県第一区となっている。なお福岡市の中心区である中央区は福岡県第2区である。北西端部は博多湾に面した港湾地区で博多港を中心に 倉庫や流通の拠点となる場所である。ここ、博多港にあるベイサイドプレイスからは、駅、津島、五島及び限界島へのフェリーや、ジェットホイールが就航しており、博多ポートタワーがある。北西部は、古くから港町、商業都市として栄えてきた、博多と呼ばれる地域で、天神と並ぶ福岡市の中心市街地である、五福町や祇園がある。中でも、 中川と博多川に挟まれた地区は中須と呼ばれ日本有数の観楽街となっている。そこから南下するとキャナルシティ博多がある。市街地の南東端には博多駅があり、2011年に博多駅の建て替えに伴い JR 博多シティが誕生した。博多駅周辺地区はビルやホテルが林立するビジネス街としての性格が強かったが、博多駅建て替えにより、 都市部の大型ショッピングモールができ、近年は商業地としての顔も芽生え始めてきた。区の中央部から南東部にかけて福岡空港の敷地が伸びている。空港の西側は住宅地。空港東側の東平尾公園と呼ばれる緑地には博多の森球技場、レベル5スタジアムなどの諸施設があるが、その南側には住宅地が広がる。区北部には 東公園と呼ばれる緑地があり、園内に福岡県庁や福岡県警察本部がある。高等学校中学校、小学校特別支援学校集配局、2局、無集配局、33局有著銀行店舗街出張所、9カ所バスターミナル有料道路、一般国道県道愛称が制定されている道路、福岡市によるもの、 博多区による物多数存在するため、市のホームページを参照のこと。すべて博多区内で完結しているが、竹下通りと筑紫口通りなど、一部は常日の福岡市が制定したものと区間が重複する例も見られる。串田神社、コマーシャルモール、博多東長寺住吉と春吉を中心としたエリアは、ゲイバーなどが多く集まるゲイタウンとしての顔もあり、2007年は、 福岡発の LGBT パレード、クイアレインボーパレードが博多ドンタクへの参加行事として行われた。ちなみに、住吉には54、春吉には18、博多駅前は2点の芸系店舗が集まっており、隣接する中央区の渡辺通り、清川七、などと合わせると91点ほどになる。またこのエリアから離れた場所を含めた博多トータルでは百一点に達し、 店舗数では、新宿2丁目、大阪道山町、上野に次ぐゲータウンを形成している。ただこのエリアは、一般の繁華街、飲食街としての顔の方が大きいので、通り過ぎただけでは、ゲータウンであると気づきにくい。ありがとうございます。